ありのままの姿見せるのよ。今回のママは鍋代香織ママ、37歳、 JR 赤羽駅から徒歩3分、飲食店でにぎわう商店街にお店を構えるガールズバー月の花。赤羽の名物ママとして地元で根強い人気を集める彼女の人生とは。こちらこそ乾杯。かわいいね。本当ですか？うちの店で働く？このお店のコンセプトは何なんですか？おいらん。おいらん。だからママこの格好してるんですね。そうなの。胸がちょっと見えてるのもいいかも。よろしい、見える。埼玉県川越市で公務員の父と専業主婦の母との間に生まれた香織ママ。意外なことに中学に入るまではいじめられっ子だったそうです。中学1年になって、うん、で私は不良の道に進んだの。あら、今までいじめてきたやつを見返してやろうみたいな、親戚とか親とかみんなに、私これから不良になりますって挨拶しに回ったのね。かわいくない？かわいい。そんなやんちゃなママは高校生の時に6校上の男性と交際。ママの人生に大きな転機が訪れます。高校の、ね、時にはさ、お腹大きかったんだよね。あ、というのは妊娠したんだ。全員にね、父さんお母さんからもおろせって言われたの。うわー、そうだったんだ。何言われようが私は好きな人の子供だし絶対に産むと言ったの。そしたらお父さんがお前のその言葉を待ってたと、信じて、わざと言ったんだよって。俺の思った通りな行動をしてくれてありがとうって。うで私はそこから、よしみたいな感じでいい赤ちゃんもって。しかし向こうの両親は頑として反対。非常なことに彼もママの元を離れてしまいます。私もう入れないやと思ったの、だから足立区に一人暮らしした。あ、そうなんだ。一人で産もうと思って。なんで足立区にしたんですか？なんか治安がいいっていう噂があって。でも一番悪いんだよね。一番悪いんだ。無事に息子が生まれ、働きながら女手一つで子育てをしてきた香織ママ。そして10年後ママの人生を脅かすある男性と出会い、交際に至ります。その男はどんな男だったんですか？昔で言うさ、ヒトラーみたいなさ、もう独占者だよね。もう寄生虫だよ、人の。私の骨の髄まで金を吸い取って、本当に寄生虫だよ。さらにその寄生虫の毒牙は息子にまで。息子が通う高校にママのヌード写真を送りつけてしまうのです。子供もさ、気まずくなってくるじゃない、まあ、高校をね、中退、私のせいでさせちゃったんだよね。そうなんですか。だから息子には本当に申し訳ないと思ってる。不幸はまだまだ続きます。寄生虫の彼が数百万もの借金を作り、ママは32歳にして初めて水商売の世界に入るのです。1円玉かき集めたりさ、10円玉集めたり、缶コーヒー買えるかなっていうお金だよね。それで私赤羽に来たので、私さ何も分かんない状態からでどうしたらいいかって考えるじゃん、いらっしゃい。そう酒作ってきて。何でかしてる。自分が分かんないから。そんなママの型破りなキャラクターは水商売で見事にはまり、一時は赤羽で3本の指に入るほどの繁盛店になります。そして今年の8月からこのお店のママとして働いています。息子はすでに独立し、ママは現在お店の近くで一人暮らしをしています。はい、こんばんは。ママすごい格好ですが。だって私休みの日いつもこうだもん。お部屋は 1K で家賃8万3000円。仕事が忙しくあまり家で過ごさないママにはこれぐらいの広さが十分だそうです。
クローゼットの中にはわずかな私服と家とお店で着る用のコスプレが。さらに極みつきは、私洗濯できない、水も止まっちゃってる状態じゃん、うん、だからこうやって寝てたよね。へえ、うん、落ち着いて寝れるんですかこれで、うん、実はね、あったかいの。へえ。その後、寄生虫の独裁者とは無事に決別、心身ともに解放されたママのモットーとは。人生のモットー、何にもないよ、ありのままの私を分かってくれればいい、ただそれだけだよ、人として生きる、うんうん、悪いことしなきゃいい、ありのままの姿見せるのよ。